どうも、しょう平です。今回はね、えー、PS4 と Xbox One の比較といたしましてですね、えー、それぞれの機種についているゲームキャプチャー機能、こちらはね、えー、自分のプレイを、えー、なんていうのかな、PS4、Xbox One の本体に、録画、録音できるというシステムが入っております。そちらの方をね、えー、一つずつ見ていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まずはじめに、えー、ゲームキャプチャー機能とは何なのかというのをね、簡単にご説明しておきます。 一般的には DVR、ね、DV PVR と呼ばれる機能が PS4 にも、えー、Xbox One の方にも搭載されています。えー、DVR は、ね、デジタルビデオレコーダーというふうな略で、えー、PVR の方はパーソナルビデオレコーダーと同じ機能を示しているんですけれども、えー、何なのかというご説明をしますとです、ねえー、自分のプレイ、ね、自分のゲームプレイをゲーム機能、アプリケーションを使って、ね、本体に記録する、まあ、保存することができる機能だと思ってください。 え本体には PS4 にも Xbox One にもそれぞれ編集機能がついていてですねえ自分の気に入ったシーンだけつなぎ合わせたりするってねプレイ動画を作成できると思ってくださいでその動画をどうするかというと YouTube などの動画投稿のサイト Facebook もそうなんですけどねえ動画投稿サイトにえ直接アップロードすることができるということとえそのプレイ動画をライブストリーミング ね、特定のサイトになりますけれども生放送することも可能だと思ってくださいなのでねこの機能を使うと特殊な機器を購入しなくても、えー、YouTube とかに動画をアップし始めることが可能になるという便利な新しい機能だと思ってくださいではまず Xbox One についてくる、ねえー、DVR 機能から見ていこうかなと思います、えー、機能の概要は、えー、下記の通りです えー、最大5分間録画可能ということと、えー、自動録画機能という、ねえー、ものがついていて、えー、Kinect、ね、が使える状態であるならば x b o x r e c o r d h a t って,言って、ねえー、呼びかけるこれ日本語でどうなるかはちょっと分からないですけれども記録とか言うんですかね <laughs> ちょっと分からないですけれども、えー、英語版の場合は、ね、x b o x r e c o r d h a t って言うと、えー、そこから30秒間遡って録画してくれます。 なのでね、COD とかプレイされてて、今のプレイすごいいいとか言ったら、時にそれを言うとですね、そこはクリップとして自動的に保存されるという機能がね、結構便利です。PS4 の方はね、残念ながらこれついてないので、もうこの試合は絶対上げるものということで、試合が始まる前に丸ごと撮っておかないといけないということですね。で、アップロードスタジオっていうね、アプリケーションが無料で使えますんで、そちらの方でね、クリップを編集すると。 行ってつなぎ合わせるとといったことは可能ですでつなぎ合わせてね、えー、一つの動画にしたら、スカイドライブっていうのを利用してね、えー、その動画をパソコンに移して、そこでさらに編集したりとか、あのそれをね、えー、YouTube に上げるってことも、パソコンからもできます。うん、あの編集ソフトとかお持ちでしたらね。Xbox の方からも、直接、えー、ソーシャルメディア等にアップロードはもちろん可能なので、そちらの方で直接アップされても結構だと思います。 最後に生放送なんですけれども、Xbox さんの、えー、DVR は、Twitch、えー、と言われるものにのみ、えー、対応しております。えー、PS4 はまた違う,、ねえー方,にうね、方に対応してるんですけど、Ustream という方に対応してるんですけど、ゲーマーの人たちが見てるのは、そうですね、多分 Twitch の方が多いんじゃないかな、海外では。うん、なんで、えーまあ、コミュニティが大きいのは Twitch の方なんで、ちょっと便利っちゃ便利ですね。うん YouTube とかでちょっと直接生放送には現在のところ対応してないのでまあ今後アップデートに入るかもしれませんね、うん、はいえ次に Xbox One でえついてくるというか無料でダウンロードできるアップロードスタジオという編集ソフトのえ使い方というかどんな具合なのかをご紹介したいと思います今回デ DeadRising3 というねえーゲームのクリップを利用してえ実際にソフトこのねえアプリケーションを使って ちょっとと編集してみたいと思い思ます今見ていただいているところはねあの実際右の上に出てる表示されてるのはゲームクリップですあの Xbox One の方の DVR で、えー、保存した、えー、2分未満のクリップかな うん、それをね、えー、今トリムって言ってね、えー、無駄なところをカットするということをしてみようかなと思います左のスティックと右のスティックを使ってね、視、えー、点と終点を決めて、えー、その部分だけにするというね、無駄な部分をカットするという形の簡単な編集ができるようになっていますでもちろんね、えー、パソコン上に、えー、丸ごと映してしまってですね、えー、スカイドライブっていうね、先ほどお伝えした機能を使えばあのー 5分間の、ね、クリップで無駄なところをちょ,びちょびちょびちょび削ってっていうこともできるんですよ。うん、Windows、ム、えービーメーカーとかね、ただで使えるやつが、もし、えー、そっちの方が使いやすいんだったらそっちで使ってもいいと思います。はい、で、えー、こちらの編集ソフト上で、キノくところに、ね、マイク機能がついてるんで、そちらの方で、ね、ボイスオーバーって言ってね、上から声を重ね取って、えー、することもできます。 うん、ただパソコンのね、えー、USB マイクとか持ってるんだったら、そっちでやった方ががの綺麗に撮れるんで、うん、今ちょっとね、あのー、これ、私の声自体は入ってないんですけれども、ここで今、声の上書きをしてます、うん。こんな感じで撮れますよって、多分そんなこと言ったと思いますけど、<laughs> そんな形でね、えー、声をつけて上書きして、えー、次にアップロード、ね、名前をつけて、えー、保存するという作業になりますね。うん こちらの方はね、アップロードしてしまうと、してしまうと他の友達とかにも見れるようになる。まあ、してしまうとっていうかね、すると、あ、まあ他の友達に見れるようになると。うん。共有するっていう形ですね。で、スカイドライブの方にも保存するっていうのを選ぶと、パソコンの方で、えー、見ることもできますし、えー、パソコンにダウンロードして、そちらのクリップをまたパソコンの編集ソフトで編集するということも可能です。うん。で、えー、レンダリングが終了して、次アップロードという形になります。ここからちょっと長いのでカットしますね。 もう一つご紹介したいことがありました、えー、チューズスキンっていってね、えー、動画のバックグラウンドを変えることができるんですね、えー、そんなに数は多くないんですけども今後増える可能性がありますね,ね今後、うん、今私の声入ってますよねこれキレクトで撮ったあの声ですね普通の USB マイクを使った方が綺麗に撮れるんで、うん、まあこうやってね、えー、スキンを変えたりしてあのちょっとしたね動画を作成するのも面白いんじゃないかなと思いますここからまたカットしますね はいえー、と最後にですね、スカイドライブ、うん、Xbox One の方にね、アプリケーションとしてダウンロードできるんですけども、こちらも無料で使えます。うんあのー、レンダリングっていってね、編集の最後の段階で、えー、スカイドライブに保存するっていうのを選んでおくとですね、こちらの方にも自動的に作ったクリップが保存されます。えー、このスカイドライブっていうソフトウェアはね、えー、Windows のパソコンであれば、ちょっと Mac で使えるかどうか分かんない,んないですけれども、あのー、パソコンの方でも開くことができてですね、 うん、あのー、パソコンの方からパソコンの方でね、えー、クリップ作ったクリップをダウンロードしてさらに編集するっていうことも可能になりますなのでねもし興味がある方はこちらの方でもご利用いただければと思います 続いてね PS4 に付属してついてくる、えー、DVR 機能について見ていきたいと思います、えー、PS4 はね、うん、Xbox One と違って最大15分間の、えー、録画が可能になります5分間であった Xbox One に比べて3倍録画時間がありますなので、ね、COD みたいなね、ドミネーション123分続く試合でも丸ごと保存することが可能ですこちら最大のメリットとなってますで、えー、コントローラーのね DualShock 4に、えー、シェアボタンっていうのがねついているんでそちらの方をダブルクリックするとね 2回ポ,ポッと押すと、えーまあ、ゲーム中すぐ録画開始できるという形になります PS カメラがあればね声でできるかもしれないんですけどちょっと持ってないのでその点は、えー、触れないでおきますできないかもしれないしできるかもしれません Xbox o みたいにね、えー、なんか呼びかけてすぐ始めるっていうことは多分できないんじゃないかなと思いますちょっと申し訳ない、えー、PS4 上で、ねえー、撮った、えー、動画のね、えー、簡単な編集が可能となってますトリムのみ 視、ねえー、点と終点を決めて、うんあのー、動画の無駄な部分をカットするということしかできないですなのでねちょっとクリップを集めたりして1つの動画にしてなんかねモンタージュを作ったりするようなことは現状全くできないのでパソコンに動画を映して自分でやるという形になると思いますなので、ね、ちょっと XBOX1 の方が編集機能は優れてるかなという私の感想ですねうん でえー、スカイドライブには未対応ということなのでパソコンに移すのは別の方法になります、えー、こちら次の部分見ていただくとです、ね、YouTube に直接アップロードできないんですよこれが痛いですね、えー、Facebook のみ対応してるんですよこれがちょっと <laughs> Facebook だけしかアップロードできないのでパソコンに移すときはね Facebook にまず動画を上げて Facebook から、えー、なんていうのかなフラッシュ ストリーミングビデオをダウンロードする、えー、ソフトウェアを使ってですねそのビデオをパソコンにダウンロードするという二度手間になりますでパソコン上で編集してさらにアップするという形ですね生放送はね Ustream っていうものに対応してるんでそちらの方で、えー、アップすることができますさて、えー、今からはね PS4 の画面を見ていただきながらどういう形で動画をキャプチャーしてね それを編集して、Facebook の方に上げるのかという流れを簡単にご紹介していきたいと思います。今はね、見ていただいているのはメニュー画面なんですけれども、あのこちら、まあ、ゲーム中でも構いません。えー、コントローラーについているシェアボタンというのを押していただくと、今押しました。このね、シェアメニューというのが開きます。ねえー、こちらの方は、えー、保存した動画のクリップを編集したり、まあ、直接ね、アップロードすると、えー、Facebook にアップロードするというところのメニューになります。 こちら見ていただくとですね、まあ、アップロードビデオクリップというのとスクリーンショットというのが選べますねこの2つですね、えー、スクリーンショットはね、えー、シェアボタンというのをホールドするとその画面を記録してくれますで、えー、ビデオクリップを保存したい場合はゲーム中に、えー、ダブルクリックをするとねそこから15分間保存できると思ってください声を入れたい場合ですか声を入れたい場合は左下見ていただくとですねオプションボタンを押すとシェアセッティングビューガイドっていうのを開けます オプションボタンを押すとこうやって出ていくるんですねでここを押すとですねシェアセッティングっていう中にビデオクリップセッティングというのがありますここを押していただくとですねここインクルードマイクロフォンオーディオビデオクリップとビデオクリップの中に自分のねマイクロフォンの音声を直接上書きするという機能もありますなので、ね、実況も一応できるんですよえ USB マイクをね買ってきていただいて PS4 に直接つなぎましょう でそうするとですねここチェックマークが入っている時は、えー、自分の声も一緒に記録されるという形になりますでちょっと分からないのがフリーフォールで最初撮ってたんですけど、えー、っと自分マイクを使って喋ってますよーマークが上に出るんですよ誰々がなのでもしかしたらですよちょっと嫌な予感もするんですけど自分の実況が相手に丸ぎ声なんじゃないかなってちょっと不安が <laughs> あったんですけどどうなんだろう ちょっと分かんないですね。ちょ,ちょっと心配。でも、専用のね、PS4 専用のマイクを使わない多分声は相手に届かないと思うので、ただ録音してますよ的なマークだったのかもしれないです。うん、ちょっとそこ私分からないです。相手から何も文句は言われなかったんでやってましたけど。ではね、えー、実際撮ったクリップを見ていただこうかなと思います。えー、っと、先ほど撮ってちょっと編集したやつがあるんですけれども、こちらですね。 で、えー、トリムしたやつなんですけどねでこれちょっと今から見ていただいて声も一応入ってるんでどんな形で、ね、撮れるのかっていうのをお見せしたいと思います同じくどれぐらいで撮れるのかっていうの、ね、結構きれいに撮れてますよねちょっとおっ 味方ボット君が言ってくれてる今マルチプレイターンただで使える機能としてはすごい声が私同じなので分かりにくいかもしれない人人対味方4人よし 頑張れボット君頑張れ,頑張れという感じでこんな形で<ら>、えー、画像ももれいににててるるし音声も綺麗に入ってると思いますなので、ね、実況もどきみたいなことがねただの機能を使ってできるんで、うん、フェイスブックに上げてね、えー、お友達とシェアするっていうことも一応可能だと思います。 Facebook に上げた動画はね、えーっと、ソフトウェアを使うと、無料のソフトウェアを使うと、パソコンに一回落として、それを YouTube にまた上げるってことも一応可能なので、ちょっとめんどくさいですけどね、あのー。実況もできないことはないですね。720p で撮れるんで、まあそうですね、携帯とかで見る限りはすごい綺麗に撮れてるんじゃないかなっていうのが私の感想です。 で自分でね、あ、えー、げたい動画がね、トリムっていって、ここのボタンを押すとですね、どこからどこまでをあのクリップとして使うかっていうのが選べます。先ほどお伝えした通りですね、えー、Xbox One にあるようなあの、複数の動画を1つの動画にまとめるっていうね、そのモンタージュみたいな機能はないのであの、残念ながらモンタージュはちょっと作れないですね。パソコンに一回移して、パソコンの編集ソフトでやるしかないですけど、ここでは無駄なところをカットするというところをちょっとお見せしたいと思います。 で、今見ていただいたクリップの中で、あの左下にね、L2 をーすとスタートヒア、R2 をーすとエンドヒアと、視点と終点を決めて、ここからここまでを動画として使えますよという簡単な機能です。例えばえ、10秒のところから、これもね、10秒単位でしか選べないのがちょっと不満。<laughs> 10秒単位でしか選べないんですけど、ここからここまでという形で、えー、プレビュー、ね、こうやってて、ここからここまで使いたい。 すえいこれで OK ボタンを押してでこれをね、えー、シェアボタンって言ってあシェアをするっていうところ、ね、Facebook に直接アップロードここを押すとフェイスブックへのアップロードが始まりますので、あのー、リンクさせておけばね、あのー、簡単にアップロードはできます、うん、というのが一連の流れになります。 さて、最後にですね、XBOX1 と PS4 と、エルガというね、もので撮ったものを比べてもらおうかなと思って、COD コーストのね、キャンペーンのオープニングを撮ってまいりました。 エ、えー、ルガトはね 1080p で撮れるんですごい綺麗ですけれども、えー、他の2つは 720p まあ HD 画質なんでね、えー、綺麗に撮れてるとは思います PS4 はね、えー、PC に直接映すことでいけないので1回 Facebook に上げたものをダウンロードして使っておますちょっと画質が劣化してるんでしょうがそれはしょうがないかなと思います、えー、名誉のために PS4 も十分綺麗に撮れてると思いますと、えー、いうことで最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうでは Thank mm -hmm. you.